えい、はあ、この靴下を脱いだ時のスースー感、快感、素晴らしい。今日初めて新曲聴きました。しかも野村さんセンターで、嬉しい、ありがとう。じゃあもう君にとっての愛のホログラムは私の印象ですか、もしかして。ありがとう。今日は泉ちゃんの生誕祭でハートありがとう。いつもこんな遅くになっちゃう、ごめんね。司会上手だった、本当よかった。なんか最近ね、マリンちゃんの生誕祭でも司会したんだよ。で今日もしたんで、でホログラムの曲振りも自分だったからさ、アンコールめっちゃ喋るやんってお見送りの案内も自分だからさ、めっちゃ喋った。最後の方にかけて、ありがとう初見さん。すごい桜が降ってくるんだね今、かわいい。で昨日のポニーテールのみよまる可愛すぎた。なんかね、昨日と一昨日のリール載せたんですけど、嬉しいですね。やっぱり握手会とトーク会に来てくれたみんなはもちろんなんですけど、来てない人もなんかすごい会えたかのようにすごく喜んでくれるから会えるの楽しみになります。あれ、そう、もうねリールバーカーあげてるから私はリーラーって呼ばれたい。もうねリールバッカー乗せてるリーラーです。そう、新しい言葉、眠たい。それな、私まだ夜ご飯食べてなくてさ、この後カップ麺食べる、うどん。今日はあのね、みんなにおすすめしたい商品があるの。もう食べちゃって手元にはないんだけど、あのローソンに売ってる唐揚げくんのスガキ屋の豚骨風味っていうのが売ってて、私今日それ食べたんだけど、写真も撮ったからちょっと明日くらいにしようかな。あのね、美味しい、食べて。みんなもローソン行って。公園終わりにダブチ食べた、うわいいな。上海短波を召喚行ってる人結構いるよね。あれ食べた？あ、東京にないの、チューブ限定か。うわー、マジ？それは知らなかった、ごめんごめん。ドールがじゃあ中部地方にいる皆さんはぜひ食べてください。スガキ屋届けてください。カビ生えるよ、カビ生えちゃうよって。名古屋に来る機会はあるか。丸さんは目玉焼きには、なんかこの話これ好きでした気がするな。だからここで喋るのやめてきますありがとう。名古屋に行く機会なぜかたくさんあります。あの原因こちらはい、原因こちら、名古屋にいっぱい来る理由こちら、宮丸さんですね。言われるほど痩せてないけど気づいてくれたの宮丸だけなので本当に偉いと思いました。マジ？すぐ分かったよ。今日ファンの人がさ、なんか5キロぐらい痩せたらしい。でなんか痩せたって言ってこずに、私がもういや痩せたなと思ったから痩せたねって言ったら、そう5キロ落ちたって言ってて、
落ちたってか落としたって言ってて、私しか気づかない、まあ、私がよく見てるってことだよね。いや、さすが推しメン。そう、ココアちゃんがね移籍することになっててマジでビビったんだけど、普通に道歩いてる時にさ、あの外で見たんだよ、その報告をネットで、あの声出た、おっとっておっとって思ってすぐ LINE したら、そうなの、びっくりしたって聞かれて、当たり前にと、言いましたけど、会いたいですね。私自分もあのマレーシア、あの海外行く系の仕事あったらもう私にしてくださいって言いたい。コアラロンプをガチ声出たんだけど何も知らんかったよあの宮村さんは行きません。名古屋一宮イエース。めちゃんと海外行きたい、海外行きたい、え本当に行ってる海外、まあ仕事でね、ちょっとたまにはね行ってみたいですよね。わかるのそれ、仕事で行きたいね。ちょっとパスポート取ってくるわ。ねえやばい、ああまた目にさゴミがすぐ入るんだよねって。すぐさ目にゴミ入るのやめて。リール動画のセリフ待ったかな。あのね、一昨日載せたリールで、あのピンクの服着てなんかルンルンってしてるやつなんだけど、それ着てなんか喋ってるんよカメラに向かって、何々何々何々ね、あれはあの可愛いかって言ってるあんな可愛い子ぶっといて、あのカメラに向かって、カメラに向かってってあれ撮ったの泉ちゃんなんだけど、泉ちゃんに対して、ね、これ可愛いかって聞いてる、可愛いかって聞いてる。最高列からでも美しい腹筋見れました。いやありがとう。でも自分の腹筋はあのあれですよ、筋トレしてできた腹筋とかじゃなくて、まあ歌ってるのもあるしダンスしてるのも少しはあるけど、なんか多分あれなんですよ、普通に多分痩せてて浮き出てるだけですだからあの本当に筋肉はないに等しいですよ。ひょろひょろね、筋肉つけたくない。かわいいかって聞いてるから、みんな見て、みんなねコメントしてくれてありがとう。私じゃなくてみんながつけて、筋肉はダメだ、寝る、おやすみ、よい子やねんねしな、坊やよい子やねんねしなみたいなのあったよね今日。歌ってた、いろいろね、なんか最近ね懐かしい歌特集チーム S の楽屋でやってるんですけど、なんだっけ、上の歯下の歯前歯奥歯クシュクシュシャカシャカクシュクシュシャカシャカシャカジュワー仕上げはお母さんチュ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 みたいな、懐かしくない？いやこれはうち世代なんだよ。あとはね、あのララ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 ラみんなの歌これなっもうマジで懐かしくない？仕上げはお母さん、せーの、クシュクシュシャカシャカ、これね、これ最近楽屋でよく歌ってるソング
ワイも世代？おお、いるね。もうやよい子だねんねしな。すいません、世代じゃないです。あのね、なんかね、どれぐらいの人なんだろう、わかんない年齢。え、ゼンマイ侍はちょっとかすってんだよね。あのなんかござるでござるでござるでござるみたいなのあったくない？なんだっけ、あの全然、うわ、なんだっけな、忘れました。私はね、あのカタ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 わしも世代です。え、わかんないかな。あとね、君も作ってアラモードとか、あとはね、あのなんかねんねなりゅうばなんとかかんちゃらみたいなやつも知ってるし、あとね、あのふっくべっくろも知ってるし、なんだろうね、クインテットは字がない。クインテットはなんか髪がこうセンター分けの人がいて人形が踊ってるんだけど、字がないんで覚えてないです、あんまり。あ、必勝団子券受けてみよう。うわ、懐かしい。あとおじゃる丸とかも見てるし、あの春夏秋冬明日昼晩花咲けばっか、うかいか、これね、これもだし、なんだろう、他に何見てたかな。あ、一歩進んで前なら、え、一歩進んで偉い人、ひっくり返ってペコリンコ、なんとかがんちゃらキョロキョロ。懐かしい。やばい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 。あとはね、何だろう、見つけたはさ、あのおいーっすだよね。おいーっす使おうかな、この挨拶。おいーっす。天才テレビくんは、え、もう本当にフルッパーの鎮西鈴鹿ちゃん世代なんですよ、ちょうど。ね、出川さんがボスって言われてた時のやつめっちゃ見てました。懐かしいね。にゃんちゅうだにゃん。あとね、あのシャキーンも見てたし、いろいろね見てました。懐かしいね。一番好きなのはあのララ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 、みんなの歌。これを見て私は初めてあの曲を知ったんですよ。あのエール、生き物係さんのエールをマジ初めて見て、テレビでその曲を、なんていい歌なんだと感動した覚えがありますね。え、そう、そこで知ったんだよね。懐かしいわ。いつもね、小学生の時までは見てたかな。みんなの歌でレオナの曲流れたことあった。すごい。みんなの歌って今もある？ありがとう。あるかな、あったら。じゃあ SKE のあの仲間の歌ってことですか。めっちゃよくない？え、めっちゃわかる。これ風邪ひいて学校休むと見る。わかる、めっちゃそれ。あ、そうだ、365日の紙飛行機があるんだ、それだわ。北風小僧の勘太郎は私めっちゃ思い出ソングで、あの保育園の時に、あのもうわかめちゃん、もうパンツ丸見えぐらいのスカート
ふわふわのスカートなんだけど、超短いスカートを履いて、ギターがね、あのなかんたろなかんたろっていう叫ぶっていう、あのお遊戯会ありました写真あんだけどさ、あのパンツ見えすぎてて、あの普通使えないぷーちゃんさっき寝てたよ。ぷーちゃん、ぷいどこで寝てんじゃない。短いのは今も変わりませんねパンツ見えてないし、短いけどミニスカートは好きだ。だからね、小僧のカンタロー、あカンタロードゥ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 。ぷーちゃん、ぷーちゃんどこに隠れちゃったの。 あんたの下によ。なあ、一番近くにある。ここに私の下に、椅子の下にいました次会う時までにもう5キロ落とします。え、いけるか。無理しないでよ。なんか最近ファンの人がさ、健康診断で引っかかったっていう報告をすごく聞くんですよ。お医者さんに、あの痩せなさいと言われたんですよって、頑張るねって言って言うんだけどさ、え、もう全然さ、私的にはそんななんか、あの太ってるように見えないんですよ。ぶっちゃん眠いのかな、かわいい。ぶっちゃん今日元気ない。ぶーちゃん ぶっちゃん今日ね元気ない。たまにあるんだよね、急になんか震え始めたりとかあるんですよ。健康診断なんかそんなみんな引っかかるんですか。私健康診断受けたことないんだけど、それは嘘かも。前も引っかかった。え、みんな大丈夫。本当にさ、筋トレしちゃう。筋トレして食事制限はなんか、まあ、うまくいく人もいるけど、なんか私の場合はなんか意識すると逆になんかもう食べそれのことしか考えられなくて、食欲湧いてきちゃって食べちゃって結局太るからなんか意識してない、食はね。でもなんかいっぱい歩くとかいいね。へえ、普通の結果しか返ってこない。でもそれが一番だよ。へえ、ジム通ってる最高じゃん。お願いますさん。へえ、みんな健康診断とか受けてんだね。もっと太ってくださいって言われた。頑張ろうな、本当に。頑張ろう、本当に。仲間がいるよ、ここに。トーク会のループぐらいしか運動してない。え、でも2万歩とか歩くんでしょ。だいぶめちゃめちゃちゃんとした運動だよね。あ、会社で受けるのか。なるほどね。でも多分これから受けることになる気がするんだよね。予感がする。でも私1日にもう余裕で、あのめちゃめちゃもっと歩きますよ。今日熱田神宮で健康願ってきたけど、さっきから体調悪い。ダメやん。みんな働いてるんだな、当たり前かいや当たり前じゃないよ、みんな本当に偉い。人が頑張れるのも当たり前じゃない。すごい、みんなすごいぞ。私もすごい。ネイルかわいい。
頑張ってないんですか。いや頑張ってる、生きてるだけで偉い。今日も前髪ひっついてんだこれグルーで。だから今日もうどんだけ旅立てジャックとかで頭フローがヘドバンしてんだよあの曲なのに崩れないの。この前お見送りでさ、一人の男の人がね、みおちゃん前髪ってひっつけてるのってこういう真剣な顔でひっつけてるのって聞いてきたから、えなんでわかるのって言って帰ってきました。でもさ、お見送りでさかける言葉それおもろくない、やばいよね。でもなんか多分その人は私のことを見てて、あのめっちゃ気になったんだろうね、なんでみおちゃんの前髪はこんなにも崩れないんだって思うよね。わかる、あのラリーのイベントとかもみんな思ったっしょ、なんでこんな風強くて体はめっちゃおーって持ってかれるぐらい風強いのに前髪だけはもう微動だにしないの、謎くない、不思議だよね。気になったんだろうね、どんだけ頭振っても顔ひゅってあげたら前髪あんの。ナリーのイベントは前髪に対するこだわりがメンバーで違うのよくわかった。え、わかる、なんかもうみんな吹っ飛んでる人とかいたじゃん。でもあんなの私も退場する、逃げる逃げるでも最近なのこの前髪グルーを使い始めたのは最近マジで。今まではもうケープでガチガチ派だったんだけど、最近こういうのが出てきてね、素晴らしいです。お見送りはね、多分私のことを狙って喋りかけてくれたんだろうね。だから一人と喋ろうと思って、一人ずつ喋ろうと思ったら絶対無理だから、この子とちょっと一言交わしたいっていう意思があればいける気がする。あと大声で話してくれれば、そう、ソックタッチ、そうそんな感じ。え、そうだよ、前は前髪が汗がね滴るとここに来るんです、私。だからここだけピョって伸びるか、ここからバレてくるんだけど、それが最近なくなりました。イエイ、嬉しい、最高だよ。私は一点集中の村美宇ちゃんだけにしてる。あ、素晴らしいでございますよ、ありがとう。嬉しい嬉しい。好き、前髪諦めてる人いる、いるかな。でも確かにあんまり固めてないなと思う人はいるね。あゆかぴょんとかあんまり固めてないし、私衝撃的だったのは日高ゆずきさんってマジ固めてないよね前髪、ビビったんだけど。時間がない公演のゲネプロ見に行って一人だけバサバサなっててすごいと思った。こだわり、逆にそっちのこだわりなのかな、前髪もパフォーマンスの一部。ヨマルさんはガチガチ派です、ずっとこのビジュアルを保ってたい。今日もアーカイブ楽しみだな、かっこいいよね髪の毛バサバサ系。私は曲によるかな。いやガチガチでしょもう前髪は。前髪があるから顔面が成立してる。どこに注目してアーカイブ見る？なんかいろんなこと見るよ。全体も見るし、個人的なものも見るし、顔を見るし、動きを見るし。いろいろ。センターは聞こえくないよ。これがベスト、絶対にこれが、ま、今はね、今はこう思ってます。でもわかんない、いつの日かまた、ね、似合う髪型が出てくるかもしれませんし、顔もね成長してますから。今日神手だから思ったより宮丸さん見れなかった。そうなんよ、私神手この公園マジで行かないんだよね。ちょこちょこ行くけど最後の方なんだよね、もう終盤。グローウィングでちょっと行くのと、友達
とリノベーションの1サビとか暗いじゃない紙テイクのって。前半マジで下手にしかいないもんね。でアンコールリとマは結構紙ですね。一生上手の後ろの端にいるのが友達ね。えでもあそこでも私マジで感情入れてるからね。なんか友達って私みたいな曲なんよ。なんか重そうな感じの主人公の曲ですよね。なんか歌詞マジで見てみてほしい。重い。ジャージに詰め立てないで。猫です。猫様です。本日の猫様です。降臨猫様だ。このねナナのねこの白い毛がね非常にモフモフなんですよ。スクショ7が全然前向いてくれない。はいチーズ。はい終わり。ななちゃんかわいいね。あんたマジでかわいいでしょ。じゃあ泉ちゃんが言ってたんだけどさ、8期でめっちゃライブしたいんだけどどうする。みんななんか握手会とトーク会でもさ来てくれるみんなに言われた。8期でライブ見たいんだよねって。それなって結構前じゃない。もう1回目ゼップ名古屋行きたい。でもやっぱりなんか急にさそのマレーシアの話とか急なんか急に来るじゃん。わかる。てかさなんか世の中何があるかわかんないじゃん。だから今やろ。ね、急なものも多いですよね。なんかまた前回のライブとは全然違うライブになりそう。え、そう帽子反対にかぶった懐かしい。おニューの上履きをさ泉ちゃんと倉島とやったんだけどさ、あの帽子にハートがついててハートがついてる方が前なのに後ろにかぶっちゃった。それ急いでたからなんだっけな。何かの後だったんだよ。なんだっけな。ジャンヌダルク。ん、なんだっけ。ジャンヌダルクは違うな。ん、ジャンヌダルクってバンドじゃね。なんだあれ、なんだっけ、なんとかのなんだっけ曲名ど忘れした。鏡の中のなんだっけ、なんだっけ。なんだっけ。なんかルーちゃんのセンターでやらなかったっけ。やったよね、鏡の中のジャンヌダルクみたいな。え、そうジャンヌダルクだよね。びっくりした。そうだよね、鏡の中のジャンヌダルクだよね。あーそっけり。それをやったすぐ後だったとかだったっけな、忘れましたけど急いでたので帽子を反対にかぶりまして出ましたので恥ずかしかったです。え、でも全然あれだよ、あのそのステージに立ってる時は気づいてないんで、あのすっごい自信満々にやってる。鏡の中のジャンヌダルクね。いいねジャンヌダルク。チキでライブしたいですね。できるかな。やっぱりね今だと思うんですよね。8期はあと3分か。早
早いね。ちょっと私この後夜食ってか普通に夜ご飯でカップ麺食べます。カップ麺食べるのとちゃんとメイク落として寝るのと、何のカップ麺ですか。なんか最近ハマってるね、どん兵衛のね黄色い箱のやつ。でもスガキ屋もいっぱいあるの。ちょっと後で迷う。八木今年4回くらいやっていいよ。やばい季節ごとえぐいて。あ、そう、かき揚げ丼べね。それハマってんだよね最近、カップ麺に。ごめんけどカップ麺大好きなんだよね。カミフレのライブみんな応募しましたか？てか応募期間終わってないか。終わった？30日品川インターシティホールあるので皆さんぜひお待ちしてます。あ、先着、あれ先着だって。みんな来てね。あ、トーク回答ツーショットも来てね。衣装はね、なんかね昨日出したんだけどね、まだなんか返答返ってきてないからわかんないです。ツーショットだね。着るなら幕張で着ると思います。じゃあね、みんなおやすみなさい。また会えるかな。早く会いたいね。おやすみなさいだよ。元気に過ごしてください。よく寝てよく休んでください。おやすみなさい。今日もありがとう。夜遅くまで付き合ってくれてありがとうございました。インスタ、ツイッター、TikTok フォローよろしくお願いします。おやすみみんな。お腹減ったよ。ペコペコだよ。おやすみ。今日も大好きでした。以上、姫がお送りしました。ごきげんよう。皆様ごきげんよう。姫でした。姫でした。おやすみ。